皆さん、こんにちは。i f ファ s t z イダの細田です。本日は s ス s b スタンダード概要と産業別の実例、ハードウェア産業について取り上げたいと思います。早速ですが、本日のアジェンダです。前半 s ス s b スタンダードについて説明を差し上げて、後半3番目と4番目でリコールグループの説明という形で説明を差し上げたいと思います。 サスビスタンダードの説明なんですが、まず概要の説明を差し上げまして、その後、利口グループで取り上げられているハ,ハードウェアですね、そちらの産業の基準を紹介させていただきます。最新版と新旧基準比較とあります。最新版というのは、日本語では現在最新版のリリースがされておりません。現在翻訳中でございます。したがって、英語版の最新版を日本語に仮訳した上で、その内容を説明させ上げたいと思います。その その上で日本語で今出ているバージョンと最新版とで何が違うのかというのを比較をさせていただきたいと思います。でまた3番目、本日はリコーグループの藤田さんにお越しいただいて話することができることになりました。リコーグループの取り組みについて藤田さんに説明していただいて、その後え私と藤田さんによる Q&A という形で説明を差し上げたいと思います。で,では早速、サスビスタンダードの概要になります。 まず、サスビそのものの説明に入る前に IFASS1、S2 とサスビ基準の関係について簡単に説明を差し上げたいと思います。IFASS1、こちらは全般的要求事項になります。また IFASS2、こちらは機構関連開示になります。S1 でサスビ基準がどのように規定されているかといいますと、考慮しなければならない基準とされております。また S2 ではインドスタリーベースガイダンスを考慮しなければならないというふうに言われています。 このインダストリーベーストガイダンスというのは、サスビ基準から取り上げられたものになります。従いまして、S1、S2 を使うときは、もにサスビ基準を考慮しなければならないということになります。では、サスビ基準の説明に参ります。サスビ基準、ここにありますとおり、6個の固有な視点があるというふうに言われています。まず、投資家の視点、産業固有、市場の情報に基づく、証拠に基づく、 意思決定に役立つそして高い費用対効果があるというふうに言われています本日は時間の関係もありますので星印がついたところについて焦点を絞って説明を差し上げたいと思いますまず産業別の説明になりますサスビではシックスと呼ばれる産業別分類システムに基づいて11のテーマ別のセクターと77の産業ごとに基準が規定されております ちょっと字が小さいんですが、一番左上に農産物というのが見て取れるかと思います。これは食品飲料セクターの中にの一つとして農産物産業があるというふうにあります。次に証拠に基づいて意思決定に役立つという説明になります。一つだけ例を取り上げますと、真ん中に座礁資産とあるかと思います。その下にカッコで石油尾ガスというふうにあります。 これは石油及びガスの産業における差すべ基準の開示トピックが座礁資産ということになりますで。この座礁資産というものは有形固定資産の評価を通じて貸借対象表の資産に影響を及ぼすと考えることができます。このように差すべ基準の開示トピックというのはすべて財務諸表上の影響のあるものに限ったものとなっております。その意味で意思決定に役立つということが言えるかと思います。 続きまして、基準の選択になります。先ほど申し上げたように77産業ありますので、どの産業が自分たちの基準会社に属するかというのを決めるのがなかなか困難な作業であるという話を聞きます。 でそこで6と呼ばれるカテゴリーシステムに基づきまして、例えば2の方で説明を差し上げたいんですが、左下見ていただけますと、GM とあります。これは自動車産業になりますので、GM は自分たちの自動車産業がマテリアルな産業であるという判断に基づいて、1つの産業を選択しております。で右側ですね、ジョンソン・ジョンソンとあります。このジョンソン・ジョンソンは複数の産業を営んでおります。 従いまして、ジョンソン・ジョンソンは3つの産業がマテリアルな産業であると判断して、この3つの産業を選んで開示をしております。どの会社にもそれぞれの固有な特徴があると思いますので、皆さんの会社にとってどの産業がマテリアルかというのを判断した上で、産業を選んでいただければというふうに思います。続きまして、産業を選んだ後はどのトピックを選択するかと。 いうことになります3つの選択があると考えられます一番上のえ赤い四角ですねこちらが企業が営む事業においてサ札売基準で要求される全てのトピックが該当して適用可能であるという場合ですえ、この場合は非常にシンプルかと思いますがえ上から2番目の濃い青色ですねこれがサ札売基準で書かれている全てのトピックが該当するわけではないということになります あの先ほど申し上げた申したように各企業にとって、えー、それぞれ特徴のある事業を営んでいる場合は、えー、あくまで一般的な産業の一般的なトピックというふうなものを紹介しておりますので全てが適用できるわけではありません、えー、そのため、えー、全ては適用しない、えー、理由をしっかり書いていただいて該当なしというふうにしていただくのが、えー、おすすめしております で最後、えー、水色の四角ですね。こちらが自分たちでマテリアルだと思うトピックがあるのにも関かかわらず、サスビには書かれていないということが考えられます。この場合も、えー、自分たちでマテリアルなものを拾って、えー、自分たちで記載していただくということをしていただくことをお勧めしております。えー、以上が、えー、サスビスタンダードの概要になります、えー。続きまして、ハードウェア産業基準の紹介に入らせていただきます。 まず最新版の紹介になります。えー、ハードウェア産業、こちらテクノロジーコミュニケーションの一つに分類されます。えー、11のセクターの一つで、6産業あるうちの一つになります。上から2番目がハードウェアになります。でハードウェア産業ですが、5つのサステナビリティ開示トピックがございます。上から読み上げますと、製品の安全性、従業員の多様性と包摂性、製品ライフサイクル管理、 サプライチェーン管理材料調達となりますまた製品ライフサイクル管理こちらはインダストリーベーストガイダンスに書かれている内容になります次から開示トピック一つ一つ取り上げて説明を差し上げたいと思いますまず製品の安全性になりますこちらハードウェア製品というのはその関連ソフトウェアも含め消費者に対するデータのセキュリティリスクにさらされているというふうに考えることができます そのため、製品の安全性が重要ということになります。そこで下の方、サスビ指標とあります。この指標、何が書かれているかといいますと、製品のデータセキュリティリスクを特定して対処する方法の説明ということが書かれております。これについて開示を要求しているということになります。また、サスビのトピックはすべて財務上影響があるものになります。ここでは例として収益に影響を与える例を紹介しています。 左上に財務上の影響とあって、その下に収益とあります。これですが、例えば安全な製品に対する高い評判、こちらは競争上の優位や製品に関する機会の減税になる可能性がございます。従って収益につながるということが考えられます。また右上を見ていただきますと、経営者の質問とございます。これは投資家が、御社の会場を見たときに、どのような質問を経営者に投げかけてくるかというのを想定して書かれている内容になります。 ここでは製品のデータセキュリティリスクをどのように管理して防止しているかなどが考えられるかと思います。続きまして次のトピック従業員の多様性と法制性になります。一般的にハードウェア産業というのはその労働力が女性やマイノリティグループの割合が比較的低いと言われていることがあります。ですが従業員のダイバーシティを高めることは企業が多様なニーズを理解してイノベーションを高める上では重要だというふうに考えられます。 そのため、下の方、s a s の指標になりますが、指標において、従業員の階層別にダイバーシティの割合の開示を求めております。また、財務上の影響になりますが、例として収益を上げています。多様な従業員が社内にいるということは、多様な顧客に対応する能力を有すると考えられます。従いまして、長期的にイノベーションを生み出す可能性があると考えることができます。また、右上、経営者の質問になりますが、 ダイバーシティ確保のためどのような措置を講じているかといった質問が投げかけられることが考えられると思いますまた下の方に指標を立って左側に変更ありと書いてあるんですがこれが最新の基準は少し内容が違ったものになりますのでこの後説明をさせていただきたいと思いますえ続きまして製品ライフサイクル管理えこちらの説明に参ります これは S2 のインダストリーベーストガイダンスに記載されている内容になります。ハードワー製品というのは一般的に製品の製造や輸送、使用、廃棄といったライフサイクルがございます。この過程で環境的にも様々な課題を抱えていると考えることができます。このトピックではそういった問題に関連して企業がどのようにライフサイクル全体を考慮して製品設計を行ったか、等に関連した開示を求めております。また指標の上から 3つ目にあります通り、エネルギー効率認証に関する認証の対象となり得る製品の売上高割合え、こちらは変更があった場所になりますので、これもこの後、違いが何かというのを説明させていただきます。続きまして、トピック、サプライチェーン管理になります。ハードウェア業界の企業というのは、一般的に複雑でグローバルなサプライチェーンを活用することで競争力を維持していると考えられております。 また、コストが低いサプライヤーと契約することも多いということから、この業界の製品は労働者を保護するための規制のある国で製造されていることが多いというのが特徴の一つかと思います。そこで、ティアワンサプライヤーの施設に関する内容についての開示が求められております。また、左上、財務上の影響としましては、重大な有害事象が発生した場合に、どのようなコストが発生するかということが考えられますので、費用に影響があると。 いうことが言えると思います。また、右上経営者の質問になりますが、サプライチェーンにおけるリスクエクスポージャーに関するものが想定されるかと思います。最後、材料調達になります。ハードウェア産業の企業というのは、最終製品の主要なインプットとして多くのクリティカルマテリアルに依存していることが考えられます。これらのインプットの多くというのは、利用可能な代替製品がほとんどない、もしくは存在しないものである場合が多い。 そのため不確実性にさらされているということが言えるかと思います。従いまして指標ですが、クリティカルマテリアルの使用に伴うリスクの管理に関する説明を求めております。また財務上の影響、左上になりますが、こちら例えば、紛争鉱物に関連した風評被害等から収益の減少につながる可能性があるということが考えられます。また経営者の質問になります。 クリティカルマテリアルの使用に伴うリスクをどのように管理しているかといった質問が考えられるかと思います。以上が各トピックの説明になります。続けて、新旧基準の比較をさせていただきたいと思います。ハードウェア産業、2つの変更がございました。左側にオリジナルの英語が記載されてまして、右側に日本語が記載されています。 古い基準と新しい基準になります。上の段が古い基準、下の段が新しい基準になります、えー。古い基準、日本語でどう書かれていたかというと、管理職、技術職員、その他すべての従業員における性別及び人種、民族代表の割合ということが求められておりました。これが仮役ですが、どうなったかというと、経営幹部、経営幹部以外の管理職、技術系の従業員、その他すべての従業員の性別及び多様なグループの割合を、 求めててくださいといとう内容に変わっておりますここで見て分かりますとおり大きな違いはありませんその表現内容が変わっているということが皆さん見て分かるかと思いますもう1点変更がございましてトピック製品ライフサイクル管理になりますこちらも赤い四角で囲まれているところが新旧の対象表になります2018年度版古いのがどう書かれていたかというとエナジースター基準に適合する製品収益割合と いうことが求められておりましたえこれが最新版になりまして少し表現が変わっておりますエネルギー効率認証に関する認証の対象となりうる製品の売上高の割合ということが開示が求められておりますこのエナジースターというのはえ米国寄りの基準だったこともありましてサスビの国際化のプロジェクトに伴って一般的な誰もが使用できるエネルギー効率認証という表現に変わっております ただそのコンセプト自体は同じだというふうに考えていただいていいかと思います。ハードウェア産業に関してはこの2つが新しく変わった点になります。続きましてリコーグループの取り込みということで今回は株式会社リコーの藤田悦子様にお越しいただいて説明をしていただくことになりました。藤田悦子さんですが ESG センター、ESG 推進室、ESG グループのリーダーでございます。 リコーグループの ESG 情報開示、法規制、外部評価機関対応を通じた ESG 改善の活動の推進、また情報開示では、サスティナビリティ分野における有価証券報告書、環境報告書、ESG データブックの発行、サスティナビリティウェブサイトの運営などを主観しております。さらに ISSB、CSRD などの法規制対応に加え、 ESG 外部評価機関対応を通じた社会潮流の把握、社内改善活動等を推進しております。えー、では、藤田さん、えー、リコーグループの説明をお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました、株式会社リコーの藤田と申します。本日は貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。次、お願いいたします。 ままず、あの当社についいいてご紹介を差し上げたいと思います。1936年2月にです、ね、創業いたしまして創業者の市村清は人を愛し国を愛し勤めを愛すというものを創業の精神といたしました、まあ、人はあの、まあえー、と従業員あとはステークホルダー国というものはあの今でいうと地球でございますねで最後に事業 勤めを愛すというところで、現在のですね、サステナビリティの、あの、上をですね。あの、施行して、まあ、創業したというところに、ルーツがございます。次お願いします。当社、あの、連結売上高二兆三千四百八十九億円でございまして。海外の売上比率は六十三パーセントと、かなり海外の、あの、お客様が多ございます。 グループ社員は7万9544名、グローバルのマーケットシェアは16%、事業展開国は200か国以上ということで、主にグローバルで事業を展開している企業と,というあの状況でございます。次お願いします当社の,の ESG の取り組みについて、少しここでご紹介をしたいと思います。ESG と事業成長の同軸化を目指しまして、 持続可能な社会の実現に寄与しながら自社も持続的に成長するということを考えております冒頭でお伝えした創業者市村清のフィロソフィーを体現しているということでございますがまずあの当社として将来財務というあのものを設定いたしましてこれは ESG 目標ということで定めておりますまたあのそれと同時にですね財務目標これが同軸で、えー 進んでいくというふうな考え方に基づいて ESG を進めているというものが当社の ESG の考え方でございます続いてお願いします ESG を進める上でステークホルダーとのコミュニケーションは非常に重要だと考えております ESG 活動環境社会ガバナンス こういった活動をですね、レベルアップすることはもとより、まあ、そのレベルアップしたものを開示し、対話をすることが、企業価値向上の,、まああの源泉であるというふうに我々では考えております。まあ、情報開示は、ステークホルダーとのコミュニケーションを図る重要なツールというふうに考えておりまして、法定開示の有価証券報告書やコーポレートガバナンス報告書のみならず、任意開示の 株主総会招集通知ですとか、統合報告書、ESG データブック、エンバイロメンタルレポートという環境関連のレポートなどを通じの発行を通じて、お客様、ステークホルダーとのコミュニケーションを進展しているということでございます。あますさてあの、今回のです、ね、テーマである SASB について、少しご紹介したいと思います。 今回、あの、i f ファ s スの S1、S2 号の発行後ですね、あの、サスビのグローバル化をきっかけに、当社としてもサスビー開示の検討をスタートいたしました。まあ、不足している情報については、代替情報もしくは詳細な説明を行うことで、まあ、不十分ではあるというふうには思っておございませんが、24年の2月に初めて開示をスタートいたしました。我々の開示の道のりでございますが、 2018年にサスビースタンダードの業種別ガイダンスが発行されましてその際にサスビースタンダードの項目に準拠した開示を行おうかというチャレンジもいたしましたが少しテーマが米国寄りだったりあとは開示の難しさなどがございましてそのタイミングでは実行することができませんでした。 以降2019年には ESG データブックという ESG 関連のデータを集めたブックレットを初めて発行いたしまして21年には UFO で ESG 情報気候変動の開示を開始したりですとか TCFD レポートサキュラーエコノミーレポートの発行など徐々に、ね、ESG 関連の情報開示を拡充してまいりました昨年6月にですね IFRSS1S2 号の公表を受けて、サスビーが、SHALL CONSIDER という言及がされて、これは解除しなければいけないというふうに、10月から検討を開始いたしました。 またそのタイミングでですね、12月よりグローバル化、サスビのグローバル化という業種別のガイダンスが発行されたのをきっかけに、これはデータが取れてない項目に対する扱いをしっかりと決めて開示をすべきというふうに社内でも考えまして、2月に晴れて開示をすることができました。現時点ではまだ道半ばとは考えておりますが、以上が当社のサスビ開示の経路というふうになります。 藤田さんどうもありがとうございました。えー、ではですね、早速いくつか質問を藤田さんにさせていただいて、立候補グループとしてどのように対応しているのかというのをさ、えー、せていただこうと思います。えー、では、始めの質問になります。まず、なぜサスビを使用して開示しようと思ったのか、えー、その理由を教えていただけますでしょうか。はい、かしこまりました。 あの先にご説明したサスビーの,あの対応への経緯にもございましたがもともとはサスビー自体の存在を認識しておりましたが米国上場会社ベースの基準で開示に難しさがございましたただあの23年の6月に公開された。 S1、S2、えー、での,で、ね、の SASB 基準に関するガイダンスですとか、グローバル化、繰り返しになりますけれども、グローバル化がかなり後押しになりまして、当社として開示の重要性、必要性を認識したため、あの開示に踏み切ったというところでございます。 質問になります。開示に至るまでの社内のプロセスを教えていただきたいんですが、特に複数の部署にまたがって、開示が必要というのがサステナビリティの開示の特徴かと思います。その際、かなり調整が大変という話を各会社様からお聞きします。こういった調整をどのようにしたのかお聞かせいただけますでしょうか。はい。えっ、ー、と、そうしましたら、先ほどのチャートのページ5を。 一旦表示いただけますでしょうかあ。はい、次のページです。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、あの複数の部署にまたがって調整というところでございますが、実は2019年にあの esg のデータブックを発行以降ですね。あの、esg 情報を収集するというあのある程度の体制というものがまあ、従来からあのできておりました。 S1、S2 公開後、本格的に SASB 開示にのっとったです、ね、あの開示が可能かは ESG 部門でまず検討を開始いたしました。SASB の要求の期待値というところをです、ね、なかなか測りかねる部分もございまして、ここはです、ね、あの本日、おいでの保田様はじめ ISSB 様にご支援、ご相談をさせていただきながら、当社としてこの s まあ解,釈ですね、解釈はどのようにしていくのかということを整理いたしました。であの国内外での,あの既存の開示をなさっている企業様もたくさんございましたので、まあ、そ,のそういった会社様をです、ね、拝見しながら 我々としてのギャップ分析を、えー、この10月というタイミングからです、ね、約2か月くらいかけて行いまして、えーまあ、主にです、ね、製品ライフサイクル管理分野などはかなり難しいあの、まあ、開示になったんですけれども、まあ、不足情報の収集などを行ったというところがございます。で最終的にです、ね、あのデータがが取れてないな、えー、開示が これは難しい当年度の開示が難しいのではないかといったものに関しては、まあそのえー、それがなぜなのかというところとあの、どのタイミングで開示ができるのかというものを見立ててです、ね、まずは、えー、自分たちが、えー、把握をして、開示ができるところからスタートしようということで、えー、昨年、えーと、2月にあのウェブサイトでサスビーの開示を行ったというのが現状までのプロセスとなります。 ありがとうございます。えでは質問さん、開示するに至るまでのチャレンジングだった点を教えていただけますでしょうか。チャレンジングだったというと、あのまあ、取り組んでからですね、開示をしようというふうに決めた取り組んでからあの、開示を完了するまでは、そこまでチャレンジングではなかったんですけれども。 もともと2018年にサスビーの基準というものがあるということを把握してから、実は社内で一度経営陣、経営レベルでですね、あの報告をいたしまして、開示の相談をいたしました。しかしながら、のそのタイミングでは、まあ、気が熟してないというところもございまして、そこからインプットし続けてあの、 このタイミングでやろうというふうに決めた段階からは、非常に早く活動が、行動ができましたので、まあロングウェイで長い期間、あの対応し続けてきたというところが、チャレンジングだった点かなというふうに考えております。ありがとうございます。え続きまして質問4になります。サスビを使用した開示のメリット、まだあのされたばかりなので、たくさんはないかもしれないんですが、もしございましたら教えていただけますでしょうか。 あの開示をご担当されている方、皆さんそうかと思いますけれども、あの本当に ESG 情報というものが多数ございますあの。アルファベットスープというふうによく揶揄されますけれども、その中でですね、グローバルを含めたその投資家、ステートコールダー視点でどのようなものが重視されているのか、またあのこれから法定開示へ移行する前の段階として、まあ、社内認識を まあ非常にあのコンパクトにあの要求事項がまとまっているので、まあ社内のリクエスト社内の認識をですねあの合わせるのことができたことはすごくあのメリットだったかなというふうに考えております。ありがとうございます。えー、続きまして質問5です。サスビを使用するにあたって、GRI や TCFD 等の他のフレームワーク基準といったものがあの数ある。 存在すると思うんですが、それらに従った開示との関係において、似たような基準というのが存在するかと思います。さすびと重複していたり、寝返った要求事項、これらがある場合に特に考慮した点等あれば、その内容を教えていただけますでしょうか。はい あの特に考慮した点といえば、あの当社ですね、TCFD の情報開示をかねんからあのずっと継続しておりまして、機械としてエネルギースターの認証を受けた製品群の売り上げというものを開示しておりました。サスビではですねあの、まあ、エネルギーに効率認証を受けた製品の収益割合ですとか、EP と認証を受けた収益割,割合とか、複数あのリクエストがございましたが、 えー、開示金額の開示ということになりますと TCFD と、まあ、足並みを揃えてエネルギースターの認証効率認証を受けた、えー、金製品の開示を、えー、行い e p i t に関しては、まあ、準拠率というところにとどめるとあの重存の開示とのそごをあの極力なくす投資家があのミスリード分かりにくくならないように工夫をしたというところが、えー サスビを使用するにあたり、あのフレームワークに沿ったあの基準との関係を考慮した点というふうになります。ありがとうございます。え続きまして質問6です。サスビの使用が経営戦略に結びついているかどうか。えもしあればその内容を教えていただけますでしょうか。 SASB はですね、投資家の皆様が一番注力している項目を選択していると、一番エクストラクトを選択しているというふうに聞いております。で当社のセクターにおける ESG 情報の把握と経営へのインプットをする上で、非常にコンパクトにまとまっているので良いなというふうに考えるところと、 あの今日ご紹介のありました経営者への質問というところがございますが、まあ、そういったところを拝見して、まあ、項目をですね額面通り捉えるのではなくて資本市場が何をコンサートしているのか、えー、本質的に捉えて経営にインプットできているというのは非常に有用かなというふうに考えておりまますすありがとうございます、えー、続きましてこちらが最後の質問になります。 これからサスビーを使用する会社へのアドバイスと、もしあれば、御社の経験をもとに、教えていただけますでしょうか。はいえー、IFRSS1S2 号はあの、主に気候変動関連のガイダンスになりますが、サスビーはあの社会の分野ももらされております。 であの今後、公開されるですね、社会分野における期待とかを把握するのに非常に有用だなというふうに感じております。まあ、法定開示にで義務化される前の準備としてですね、まあ、自社でどのような ESG 情報を把握しなければいけないのか、まあ、それが把握できるのか否かというところをですね、しっかりとあのキャッチして、期待なく対応することが可能かなというふうに考えております。 また、あの直近というかです、ね、ここ数年で私ども感じているところが、えー、と先だっての,あの開示フレーで男女報酬費などを開示をしなさいというフレが出ました。 でその際にまああのいきなりその男女の報酬費を集計してグローバルでなおかつ保証もつけてというのが非常にまあ単年度だと難しかったと思うんですが数年かけてですねこれはあの他の、えー、評価機関からリクエストもございましたので取り組んでまいりまして何年間かかけてあの練習をしてきたというところがまああの 体フ不ーでリクエストされてから、あのすぐに事態なく対応できたというあの経験がございましたので、サスビに関,関しても、まあ、十分ではないとは考えておりますが、あのまずは練習ということで、スタートするということを、えー、お勧めしたいなというふうに思っております。はい、藤田さん、ありがとうございます。